えなんでお料理ね私が作るから親父が死んだお待たせしましたはいどうぞあっこさんこれ確かこれ親父が初めて俺たちに作ってくれた料理ですどうねおいしい、うん、家族の思い出の味で遠い記憶が蘇ってゆくわかんねえんだよ俺家族って何なの煩わしいだけじゃないのどの面下げて呼ぶなこら二人に知ってほしいことあって